ブレキャの昼食にお付き合いいただくコーナーという、はい、12時45分だからね、15分からだから、はい、受付が、今回はですね、前科というところです、はい、高知屋高知県産柚子塩冷やし塩豚おろしうどん517円、税込み558円、ファミリー、前科は高知家を応援しておりますって、はい、こんな感じでね、冷やし柚子冷やし塩豚おろしうどん、なんかね、よくわかんないですけど、はい、だそういう、開かないぞこれ、開かないぞ、どうやって開けるんだ、はい、開けました、なんか複雑な作りになっています、はい、で特に取説とかないんですけど、適当にやっちゃいますね、フィルム剥がしました、高いね、今思う、ほら、ね、なんて言うんですか、ラムーって言うんですか、こっちではないお店、なんか値段聞くとみんな安いんだよね、引っ越したくなっちゃいますね、高すぎ、なんでもかんでもね、高くなりましたね、だけどその分ね、ね、賃金がうちは、私は賃金って言わない、うちは収入がね、増えればいいんだけど、現実はなかなかそうはいかんということですよ、ね、そのことを私はなんとかしてください、政治家の皆さん、ね、自営業私が賃金増えるように、収入増えるようになんとかしてください、まあ、免許でね、更新で3000円だって、更新なんかしなきゃいけないね、いいじゃん、もう自動更新って、ダメですか、あれだって返納するにも買い取られるんだよ、わけわかんないでしょ、ノースリーブの素敵なお姉さんが、はい、年の頃はどう、同じ、少し若いかな、どうだろう、わかんないお姉さん、ね、ちょっと素敵なお姉さん、あんま言わないようですよね、やばいんですよ、で今具を入れてます、はい、ね、塩、このね、豚ね、そして大根おろしに柚子が入ってますね、そしてネギですね、さあいただきましょう、まずはこのうどんをね、私が皆様の代わりに食します、いただきます、うん、うん、うん、そしてこの塩豚と、ネギと、そしてね、絡んだ、うどんです、そんなにコシのあるうどんというわけだよね、あんまりコシ、大変ですよ、噛むのちょうどいい、うん、大根おろしはちょっと柚子がね絡んでて、これ暑いからこれね、もうなんかいいですね、うん、そうそこなんですよ、前回の更新でね、でも毎回思うんですけど、なんでこんなに人がいっぱい来るんだ、免許証更新する、なんでこんな毎日毎日のようにね、いるんだろうな、これ毎日そうなんだろうなと思うんですよ、うん、毎日来てないから分かんないけどね、
私の来てるときたまたま混んでるのかな、ね、ビアンキのチャリンコに乗ってるのはなんか素敵なお姉さんですよ。ビアンキのクロスバイクが止まっててチェレステカラーのね、うん、今チラッと映りました。なんか素敵な感じの感じはいらないから、素敵なお姉さんですよ。チェレステっていうね、今このね外はね異様な暑さです。車でちょっともうこれねエアコンつけて食べてますけど、それはダメだよ。そういうのがいっぱいいるからどん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 温暖化になってっていうことも考えられますけどね。でもね、まあ、窓開けて死ぬね。うん、ファミマの中で食べられるのかな、それがいいかも。これで300円ぐらいだったらいいな。約600円だもんね。これでお腹いっぱいになんないもん。なんかまた買っちゃうでしょ。飲み物も買ってね。持ってません、いっちゃうね。昔どっかの政治家の方がね、日本サラリーマンのね昼食代、平均昼食の平均価格はどの金額がいくのね、どのこの2000円ぐらいじゃないのかみたいな言ってたことなんでしたっけ。2000円じゃなかったっけ。500円ぐらいだよね。でも一流企業に勤めてる人にとってね、年収がね1000万とか超えるような人には別にね、うちみたいにね、うん、わずかばかりのね、あれでしょ、趣味でね、例えばほらね鉄道模型なんかやってるとなんだ儲かってんだなとか言われちゃうとね、うん、儲かってないですね、うん、ところであれですね、ところでじゃないんですけど、 MPF さんはあれですかね、趣味は車とかバイクだ、ね、食べるね、いいですね。なんですかね、車とかね、あれアメ車かなんかありませんでしたっけ、なんかでしたっけ、あれはトラックもなんかなんかなかったでしたっけ、ああいう普通のいわゆる軽トラじゃなくてありますよね。ピックアップトラックみたいな失礼、ピックアップトラックみたいなのなかったでしたっけ。この炭酸水はうちの自販機で買ってる、はい、ゴミ捨てていこう、はい、今でで更新無事更新できるといいですね。これなんですよ、知ってますかね、ここ両方動かないね、こうだ ね、 あね知ってますあるんですよ。それで毎回ね怒られる、メガネ作ってください、女性の方が特に怖いね、うん、なんでですかね、怖いんです